タクのバルシュ、ね、やだー、みんなそんな課金するもんなの、まあ、僕はそうなんですね、いや、そうですよみたいな感じです、あれやったらこれでここにこっちの方が楽なの、これは普通のガスですか、このガスですね、あのカセットガス、これに近いんだ、そうそう、遠赤外線っていうのが隅と一緒やから、あ、深いこれ、インフレーターです、あ、そうです、そうです、これもう抜いたらカットな、ちっちゃくなる、焼肉好きそうやしね、そうでもないですか、いや好きで絶対好き、いや、でも僕ね、俺の肉量が食えなくなったんですよ、あ、そうなんや、ね、刺しがあんまり好きじゃなくなったっていうか、まあ、年いったよね、霜降り、あ、俺も霜降り飽きません、あかんだ、俺50になったけどまだいける、いける一切れぐらいは、そうそうそう、確かに美味しいんですよ、もう量はいらん、あ、そうですよね、ちょっと惜しくないトイレ行きたいんですけど、場所が分かんないですよ、まだ一緒に行きましょう、サーミー人なんで響いといて、お世話でしたか、ラブなのね、これいってこれにかかってるの場所忘れてる、イベントにご参加いただいてる皆さん、おくつろぎ中のところ失礼します、あの8時半からですね、石舞台古墳の、夜の探検ツアーを、始めさせていただくんですけれども、準備を始めていただきたいと思います。よろしくお願いします。前の人少し離れてね、全然行かないもんね、呪われるかもしれないから、ね、気をつけて、この中にもクイズに出ることがあるかもしれないからね、よく参加してくださいよ、はい、でかいですねって言われたことになっちゃって、いや、地震はないですね、ただ大雨とかがあったら土砂崩れとかすごいですけどね、
寒い中、皆さん一緒に過ごした仲間たちで記念撮影したいと思います。すいません、昨日からキャンプイベントにご参加いただいている、ご家族の方は閉会式を撮ってキャンプの仲間たち集合だよ。はい。じゃあ、今日、昨日もお伝えしたように、実は明日から岸公園でここでキャンプするのは初めてでした。今日ここにいるメンバーの方たちのおかげで開催できます。ちょっとね、和歌山の方に向いて、店長ありがとう。オレンジの店長は昨日書いてあってますけど、オレンジの店長には焚き火の操作、それからテントの立て方やってもらいます。スケーターとカノチカラさんの、コラボの、はい、代表して。あ、ありがとうございました。またですね、こういう機会があれば、ぜひ行きたいなと思ってます。で、今回初めてキャンプやられる方もいらっしゃったってことなので、まあ、これからですね、どんどん、家族で、出かけるということを楽しんでいただければなと思います。であとですね、スケーターさんがブース出してまして、来月出るですね、僕とまたスケーターさんのコラボの商品が展示してありますので、ぜひそちらも見てください。ありがとうございました。明日から岸公園ではまた夏には木戸田でキャンプ、それから、今ですね、このコロナの中だからこそお父さんやお母さん家族で自然の中で遊ぶこととっても大切だと思ってますので、夏にまた飛鳥川で生き物を探そう、夜に罠をかけて次の日集まって川の中で捕まった魚を見たり、それから森の中に夜にトラップをかけて虫を捕まえたり、キトレブはですね、古代稲のプロジェクトってやってまして、瀬川さん、農家のプロですけど、瀬川さんと一緒に田植え、それから稲刈り、田植え祭りとかもやりますので、ぜひですね、皆さんと一緒に今日出会ったのを縁として、またこちらの皆さんもぜひですね、次回もさらに長いお付き合いいただければと思います。ありがとうございました。はい、では記念撮影したいと思います。じゃあスタッフどうやって入ろう。はい、写真撮ったら公園の Facebook とインスタにあげますので、よかったらダウンロード。いやいやいや。はい、行きまーす。はい、チーズ。アウトドアフェスタは4時までやってますので、お時間ある限りお楽しみください。ありがとうございました。今ね、動画撮るよ。なんか撮った？もうちょいしたらね。あ、そういうことか。デザインがあってないよ。よろしければ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ご活躍を。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。お世話になりました。はい、また。また明日、朝来てもらえると思います。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。はい、駆け足だったんですけど、1泊2日キャンプとイベント、無事に終わりました。いや疲れた。今日またですね、1泊してで明日の朝にですね、スケーターの本社に行って、ちょっと新商品の開発会議をするということになっておりますので、とりあえず増田の岩船行ってみよう。でもチャンネル見てますよっていう人にもお会いできたんでよかった。増田の岩船のね、近くに来たんですけども、駐車場がないみたいなんで、歩いて行こうと思います。今駐車場に車を止めました。歩いてだいたい7分ぐらいらしいです。こう回って、はい、右手の小高いところですね。はい、こう曲がったら右手の方に。あ、なるほど。結構すぐ見えるんで。あ、わかりました、はいはい。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。情報によるとですね、信号を曲がって、なんて言ってたっけな。なんか丘を登るみたいなこと言ってましたよね。ちょっと行ってみましょう。久しぶりだな、こういうの撮るの。まあ、スケーターさんとですね、ご縁ができたんで、奈良県ってもう3回か4回ぐらい来てるんですけど、まあ、観光ってのしたことなくてね。あ、看板があるこっちだ。観光っていうものをしたことがないんで、まあ、ちょっとこの増田岩船、まあ、多分ね、奈良のことをよくご存知の方はなんでわざわざそこなんだっていう感じがするかもしれないんですが、ちょっとねロマン感じるんですよ、この増田岩船。なので僕的にはね、大仏見たりするよりこっちを見たいですね。看板ありましたね、これだ。どれぐらいあるんだろう、距離が。多分こっちだと思うんだけどな。あー、来た来た、これだ。結構すぐ見える。まあ行くしかないな。岩船はすぐそこやけど、よかったら音もします。一人でよう帰らんからここまで連れて帰ってや、よろしゅうに岩船仙人の杖と。これか、いや昨日キャンプしたでしょ。で今日ね結構立ちっぱなしだったんですよ。それもあってちょっと疲れたかな。よいしょ。あー、めっちゃ楽。いや、ありがたい。駐車場はなくても杖があるだけでマシだ。結構な道だぞこれ。狭っ。絶滅危惧種です。なんて書いてあるんだ。絶滅危惧種です、採集しないでくださいね。昭和っぽい。
一薬草これなのかな。なるほど、こういうのはね大事に育てないといかんですよ。結構すぐ見える。蜂の巣かなんかじゃないかと思うんだけど、見なかったことにしよう。いや結構登るなこれ。よいしょ。お、竹やぶになった。結構高いですよここ。これか。まあ、思ったよりでかいなこれ。おお、でけえ。すごいなこれ。なぜここにあるかも謎ですしね多分。何これすげえ。よいしょ、危険ですので登らないでくださいと。あれ？でも俺が見たかったやつとは違う？穴が開いてるやつのはずなんですよ。上から見たらちょっと見えるのかな？ちょっと上がって見てみよう。おお、見えた！これこれこれ！こういうことか。近すぎて見えなかったんだ。こっち側登んないと見えないんですねこれ。何これ、すげえ。登ってみたいが登ったら怒られるからな。竹がめっちゃ邪魔やこれ。すごいっすねこれ。何なんだろう。見てくださいこれ、すごい不思議な建造物ですよね。近くで見るとね、でっかい岩なんですけど、これをね、アップにしてみましょう。上の方を見ると、めちゃめちゃ綺麗にカットされてるんですよね。で、あそこは水が溜まってんのかな。すごいな。いいですね、僕は大仏よりやっぱこっちだな。夢がある。あ、じゃあThank you.
何だったんだろうというロマンをね感じながら帰りましょう。いや面白かった、いいもん見たな、触れたし。増田の岩船に行く方はですね、銀行のね駐車場を使うしかないようです。さあお金払おう。おはようございます。3日目の朝になりました。時間が9時20分。今日はですね、スケーターさんの本社にまた行って、なんかねこう新しい商品開発の話をしたいなと思ってます。で、4月の中旬に、ですね新しい商品が発売されるので、その辺のね告知をいつからするのかみたいな話もですねできればいいなと思ってます。フライパンとか鍋とかいろいろあるじゃないですか。最初にあるといいかもしれないですね、そのコメントというか、ずっと油でやってるからもうサッと洗ってもうおしまいっていう。ちょっと会場とか高いので、はいはいはい、それまたお送りいたします。あ、わかりました。はい、ここに頭にアウトドアあったじゃないですか。あれって途中で上がりすぎたら切れるじゃないですか。そうですね、うんうん、お収納とかもできるので、はいはい、で行っても便利ですよみたいな、うんうん、最初の時みたいに分かってない人が使うと、うん、すっごいなんかこびりついて使いづらいって多分なっちゃうと思う。はい、スケーターさんの会議も終わってですねこれから帰るところなんですけども、帰る前にですね一軒だけ、ちょっと寄りたいなというところにやってきました。
神戸なんですけども、神戸のね、IKEA です。 IKEA に来てます。なんかこうキャンプとかでね使えるようなグッズがないかなということで、来たんですけども、いいものがあればね買って帰りたいなと思います。でまたねそれもねあのいいものがあれば、ご紹介したいなと思います。はい、帰ってきました。結局ですね閉店ギリギリまでいまして、今ホタルの光が流れてるんですが、ちょっとね買ったものがあるんですが今ここに積んでます。めちゃめちゃ荷物がいっぱいあるけど、これをねまた後日、ご紹介できればいいなと思ってます。でそれとですねこれも買っちゃいました、ホットドッグセット、ホットドッグと、フライドチキン、まあ、昔に比べるとちょっと値上がりしてるのかなって感じはするんですが、まあ、それでも安いですよね。ということで家に帰りましょう。今から、345キロ、4時間35分なので、11時半到着ということになってます。ビールとかも